ッチ10回戦です。経験のない静寂が緊張を生んでいます。さあ今ゴングが鳴り響きました。無敗のチャンピオンにまずは積極果敢に指名挑戦者永田大志、青いグローブの永田が挑んでいきます。それを右のジャブで打ち返そうという井上幸喜という立ち上がりになりました。さあ解説は川島博さんですが、無敗のチャンピオンに指名挑戦者が挑んでいくチャンピオンカーニバル、非常に楽しみな一戦になりましたね。そうですね、タイプはお互い違うんですよね、はい、中田選手の方はどんどん前に出ていくサウスポーで、はい、井上選手の方はこうやって足を使ってテクニックを軽視してパンチをしっかり当てていくというようなタイプですね、はい、アウトボクシングを展開していく赤いグローブチャンピオンの井上と、それからインファイトを持ち味としている青いグローブチャレンジャーの永田、その図式が川島さん立ち上がりから見え始めてます。そうですね、左を伸ばしていきましたチャンピオンの井上。しかし永田は積極的にこれ川島さん距離を潰しに来てますか。はい、潰しに来てますね、はい、まあ、井上選手非常にテクニックがあるのでそれをやっぱ殺したいところですよね、そのテクニックを、おっと右のフック引っ掛けていった、そこに左のストレート永田も合わせていきました。左のストレート伸ばしていった永田です。クリンチで一瞬逃れようとしました。チャンピオンの井上はここまで15戦無敗、まあ、梶田さん昨年末にはアジアパシフィックのベルトも取って WBO のタイトルですが、非常に今波に乗ってますね。乗ってますね。この井上の一番の武器というのはどこに感じてますか。やっぱこの左ストレートですよね、まあ、もちろんパワーもありますけど、タイミングのいいパンチを当てますよね、うまく、はい、KO 率もここはワンツーで攻めてきました 80% です。またワンツーだ。このワンツーどうでしょうか、柴さん。非常にいいと思います。当て感はいいですね、しかし臆せず永田が距離を吊るしてきました。永田の前に出る力はどうでしょうか。まあ、これもですね非常にプレッシャーかけてますよね前にね、あると思います。そのプレッシャーはチャンピオンの上は感じてますかね、どう思いますか。どうでしょうね、あえてこう小刺しながらこのテクニックを使ってパンチを当ててるので、はい、そこまではまだ感じてないような気もしますけどね。そうですか、はい、あえてこう引きずり出しているようなところもひょっとしたらあるかもしれない、はい、ありますね、ここは永田のワンツーは頭を下げてかわしています。今も微妙に足をずらして後ろに下げてステップワークでディフェンスを固めている井上。静寂の中残り40秒です。およそ4ヶ月半ぶりに無観客の中聖地後楽園ホールに戻ってきたプロボクシング。左、今度井上が返していった。永田が攻めて井上が打ち返していくという図式。左ストレート伸ばしていった、やや遠いか。左ストレート、力を込めた永田の左ストレートです。井上のあの右フックですよね、要は体を外して打つ右フックは非常にタイミングはいいですね。あのマッチ井上得意ですよね。そうですね、ここは最後に右のフック、今度は右のアッパー気味のパンチから左フックを返してきました。少しスウェーをして、スウェーをしながら右フックを打つんですよね。だから間合いが空くから相手からパンチをもらわないということなんですよね、第1ラウンドが終了しました。無観客の後楽園ホール、日本スーパーライト級のタイトルマッチ10回戦、チャンピオンの井上はここまで15戦無敗、 KO の数も12を数えて、その無敗のチャンピオンに挑んでいく青コーナーは美迫ジムの永田大志。戦績は17戦して14勝 5KO2 敗1分けという数字。ラウンド2へ。静寂の空間の中に戻ってきたプロボクシング、日本スーパーライト級タイトルマッチの10回戦、チャンピオンの井上がやはり第1ラウンド同様、ここはステップワークしっかり距離を取って前に出てくるチャレンジャー、青いグローブの永田をかわしていこうという立ち上がりになっていくでしょうか。さあ川島さん、第1ラウンドはどうご覧になりましたか。まあ、タイミングのいい井上選手のフックですね、そこら辺でまあポイントをつけましたけど、永田選手も非常にこの突進力ありますよね、臆せずこう前に出てきてますよね、はい、ここもそうだ。左、まあ、この変則的な動きが彼の武器なんですよね、はい、あっと右のフックを返していった、田さんこれですね、この右のフックです。サウスポー同士の戦いです。共にサウスポー同士の戦いは苦にはしていません。また距離を潰そうというところですが、左フックで返していった、一瞬当たったかどうか狙っています永田。しかし、まあ、井上のそのタイミングの左ですよね、カウンター、はい、左に対しての左っていうのが非常に当たりそうな雰囲気を持ってますね、はい、今こう井上も待ってますよね、はい、ちょうど入るところにその左を合わすんですよね、はい、ここは出てこないと見るやワンツーでプレッシャーをかけていきます。ここで永田が左のストレートを出してきました。井上はここまで15戦無敗のチャンピオンです。
世界ランキングにも名前が入ってきて、この試合は勝てば国内を抜けられる、そういう一戦だと思うというふうにこの試合の意味を話もしていました。この左ストレートだ。あれは川島さん、永田からすればかなり印象残るでしょうね。まあ、打つタイミングに出すんで、はい、なかなか見えてないんですよね。ここもガードの上からですが、ワンツーをもらった永田。ペースは川島さん、井上に徐々に傾いているのもいいでしょうか。今度は左ストレートも返していった。しかし前に出てこようとしているのは永田の方です。その永田をこの右のジャブで制して空間を作っている井上、不用意に飛び込むと井上の左ストレート、あるいは右のフックが待っているという永田。どうでしょう川島さん、ちょっと永田入りづらくなってきました。これですね、少し井上の方は左ストレートだ。そして右のフックだ、うん、左足に体重を乗せて体を少しスウェーするんですよね。はい、外しながらの右フックなので効きますよね。ボクシングのテクニック、引き出しはチャンピオンの方が上だと思うと話をしていた永田。そのチャンピオンに対抗するための最大の術は攻撃こそ最大の防御、そう話をしていた永田。攻めようという姿勢はここまで感じていますが、チャンピオンがうまく左ストレート、あるいは右のフックでカウンターを取っています。ここもそうだ。ここは距離をしっかり作ってステップワークでディフェンスを取って、そして出てこないと右のジャブから左ストレート、しかし永田も返していった左ストレート、それを右のフック、この右のフックがどうしても永田にとっては突進を止められる厄介な一つ壁になっています。第2ラウンドが終了しました。このラウンドも川島さんは10対9チャンピオン井上のラウンドと見ています。このチャンピオンのカウンターを果たして永田はどうかいくぐっていくか、そして井上からすればこの指名挑戦者、最強挑戦者をかわして自身が語るこの試合を取れば国内を抜け出せるという、その証明をできるか。第3ラウンドを迎えます。立ち上がりの2つのラウンドで赤いグローブのチャンピオン井上聖輝が、放送席川島さんの採点から見てもペースをつかみ始めているというところです。左ストレートだ。川島さん、届きましたかね。どうでしょう。入りましたね、はい、またこの左手でチャンピオンにプレッシャーをかけていくか永田。さあ永田からすれば川島さん、挽回のためには何が必要になってきますか。やっぱ突進力ですよね。どんどん前に出てプレッシャーかけて、手数を出す、上下に打ち明ける、はい、もう基本的なことをやった方がいいと思いますね、終始前には出ています。左ストレート、今度はボディになって、そして今度は上、下から上へ打ち分けていきました。あとこの打ってる時にそのタイミングのいいパンチをもらわないこと、はい、これも大事ですね、前に出るときに右のフックを引っ掛けられたり、左ストレートを合わせられたりするシーンは何度かあります。今度は左アッパー、これまで使っていないパンチを永田は出してきました、うん、しかしちょっと頭が当たったでしょうか。レフリーが一旦時計を止めています。頭ですね。目の上ということになりますと、まあ、出血の量になっては視界の分という分が一つリスクを負うことになります。まだ正式なコールはありませんが、おそらく偶然のバッティングかと思われます。さあ井上が少しアクシデントを追う形になりましたが、見た目には大きな出血はないように見えますが、左ストレートを振ってくる永田、ここはステップでかわしています井上、まあ、こういうアクシデントもまたペースが変わる一つですからね。そういうことになりますね。永田はチャンスですよ。ちょっと井上守備の意識高まりましたか。どうでしょう、まあ、よりあの足を使ってますよね、はい、しかしカウンターで左合わせて、しかしそこに永田も左ストレートを伸ばしていきました。このラウンド何度かこの左ストレートが井上にプレッシャーをかけている。しかし井上も右のジャブ前に出てくる、そしてこの右のフックです。一つ生命線になっている今日のパンチでもあります。チャンプあとワンツーは外して、今度は左ボディへ。永田の展開、川島さんどう見ますか。このラウンドは非常にいいと思いますね、少し潮目は変わってるの。左だ一瞬腰が落ちた。永田のパンチの前に井上が一瞬揺らめきました。まだこのラウンド1分以上時間は残されています。左、そしてガードの上からワンツーだ。明らかにディフェンシブになっている井上、そのガードの隙間から永田が大きなパンチを叩き込もうとしている。右のジャブから左フックはガードの隙間から、右ジャブも使いたいですよね。右ジャブも
今ちょっと主勢に回ってるチャンピオンの方ですね。ガード一辺倒なので、やっぱジャブをついてちょっと距離を取るような形に変えた方がいいかもわからないですね。ちょっと永田の突進に負けてますかね、はい、このラウンドは右のストレートをボディに伸ばしてきました。青いグローブラー、そうですよ、しかしそうですよ、チャンピオンのカウンターの右のパンチ、ジャブからの突破口です。はい、先の2ラウンドまではその右のジャブはよく出ていた井上、ただこのラウンドは偶然のバッ、おそらく偶然のバッティングもあって少し主勢に回る時間もありました。中田からすればこのラウンドはチャンス、左ストレート、残り10秒の標識が無観客の後楽園ホールに響いています。前に出ながら左ストレートはボディへ、チャンピオンが後ろに下がる。第3ラウンドが終了しました。この第3ラウンド少し潮目が変わってきたかもしれません。川島さんはチャレンジャーのラウンドとしました。赤コーナー井上光選手、右目の上をカットいたしました。この負傷は偶然のバッティングによるものです。先ほどの攻防ですが偶然のバッティングがありました。そしてこの左ですかね、左ですね、一瞬落ちましたね、はい、ラウンド4、一つ序盤の山かもしれません。この第4ラウンド、さあこの第4ラウンド、やはり一気にチャレンジャーの永田がチャンスと見たんでしょうか。さらに攻勢、手を強めてきました。後ろに下がるチャンピオン、1、2ラウンドはおそらく川島さんの目にはチャンピオン、しかし3ラウンド偶然のバッティング、あるいは永田の左もあって流れを永田は掴み始めています。両者にとって大事な第4ラウンドになりました。永田はこれ川島さん攻める 気持ちは感じますね。もうこのまま攻め続けることですね。左アッパーから右のフックです。今度は左ストレートからワンツーも絡めていった。ガードの芝から左ストレートが井上の顔面を襲っていった。まあ、結構永田の上下にフェイントを結構かけながら上下上下打ってるんですよね、はい、あ、なるほど、はい、今度も左ストレートから、明らかにパンチが当たり始めています。やはりここは指名挑戦者、最強挑戦者を迎えているチャンピオンの井上、永田はチャンスです。永田自身はキャリア2度目のタイトル挑戦、2年前は OPBF チャンピオンの内藤力樹に挑戦しながら判定2対1、しかも3人のジャッジは全て1ポイント差、わずか1ポイントが取れずチャンピオンになれなかった2年前の初タイトルでした。それから2年経ってこの2年の間に3連勝、ランキング1位最強挑戦者となって再びこのタイトルマッチの舞台に這い上がってきたチャレンジャーの永田。ちょっと永田にリズムが来ましたね。来ましたね。まあ、打ち方も左から入ったりとか右から入ったりとかもいろいろ変えてるんですよね、はい、単調ではないですよね。ここも今度は下から崩して上に攻めていくという変化を見せています。チャレンジャーの永田、チャンピオンはガードを固める、シンプルにワンツーワンツーなんですけど、ここもまた攻め方を変えてますよね、はい、左から入ってワンツーワンツー、ここは左です、はい、それからチャンピオン の右目の傷ですが少し深いというドクターの情報も入ってきています。まだ見た目はそこまで出血はないようにも見えますが、うまく止まってますよね、はい、今度は左ストレートがチャンピオンだ。これ以上もらうとやっぱり深くなってくると思うので、はい、やっぱり攻めた方がいいですね。そういうことになりますね、はいはい、有効打による傷ではありませんが、ワンツーです。永田左ストレートだ、前に出るプレッシャーをかけていく永田、ガードを固めるシーン、チャンピオン主勢に回るシーンが少し多くなっています。残り40秒です。簡単に右のアッパーだ、いいですね、今までない角度でチャンピオンがスイングしてきました。もう少し合わせるパンチ欲しいですね、井上は。そうですか、はい、その合わせるパンチ、右のフックなどが第1ラウンド、第2ラウンドは非常に有効でしたが、ちょっと手数が減ってますね。やはりこう永田のプレッシャー感じてますかね、はい、やっぱり下がるからこそやっぱ手数も出さないと、あ、なるほど、やっぱり見た目も悪いですね、1、2ラウンドはこう相手を前に出させていたような感じかもしれませんが、今は完全に相手のプレッシャーを受けているような、そんな印象があります。今度は左から右だ、チャレンジャーのパンチ、やっぱアウトボクサーだからこそやっぱ手数も出さないとダメですね、はい、明らかに手数という意味でもこのラウンドができると言えばチャレンジャーのラウンドに見えます。最後はチャレンジャー右から左のストレートを伸ばしていきました。川島さんの採点、この3、4ラウンドはいずれもチャレンジャーのラウンドと見ています。お気楽エンジョイホーム、大地さんと一緒におうち時間を楽しみませんか。うん、この味をレトルトで食べれるの。月曜から金曜毎日放送中。国民オーディション6400万票以上集めた JO1 全員参戦。茶碗じゃなくて叫んな、いろんなイケメンぜひ。私が充実した一日を過ごす間にちゃん
ーンと強くなってくれるお利口さんなゲームです、うん、ありがとや。放っておくだけファンタジー RPG AFK アリーナ。大金星、黒ラベルの爆画と恵比寿のホップの新ジャンル、常識破りのうまさが今日本中で大反響を呼んでいます。札幌の金星ゴールドスター大好評。ただいま。お、おりちゃん。てか今や金ちゃんの奥さん。おかえり。これからは一緒に放題放題ほらやられ放題。やっぱ帰る帰る放題。データ使い放題オールスタータック。住まいを探すアットホームで、あったアプリで、あったあったらぴったんと質問に答えるだけで、あった一人暮らし向けアプリ。300万円お釣り。すみません。はい、チンゲン菜は100万円ではそれで。いや、それギャグ QR で。うち現金だけだわ。じゃあいいです。またこれかよ。非接触決済にも対応、お店のキャッシュレスならエアペイ。エアペイリクルート。僕らにはくなればなるほど体がアクエリを求めている。全力っておいしい。アクエリアス。私が充実した一日を過ごす間にちゃんと強くなってくれるお利口さんなゲームです、うん、ありがとや。放っておくだけファンタジー RPG AFK アリーナ。いい加減にしろ。あなたを今日付けで解雇します。それでは改定します。あなたは秘書の玉井佳代子さんに重要証拠であるメモを処分させましたね。雪村先生がトップに立つのか、私がもう一度このファームを取り仕切るのか。こちらの世界へようこそ。お互い嘘のない関係でいたいのね。やっぱり付き合えない。彼愛しているんですか。スーツシーズン2月曜夜9時。日本中が笑って泣いた大人気ブログを映画化。うざいだろ。今日も嫌がらせ弁当。愛してるよ。始めるぞ龍の道。7月28日火曜夜9時。ラウンド5、第5ラウンドを迎えます。日本スーパーライト級のタイトルマッチ。この5ラウンド終了時点で決着がついていた場合は、その終了時点でのオープンスコア。あっと右のフックを返していました。ジャッジが一度公開されます。さあ、このここまでの4ラウンド、序盤はチャンピオン、そして3、4ラウンドはチャレンジャー、そんな図式に見えますが、さあ果たしてこの5ラウンドはどうか。左アッパーだ。しかしチャンピオンも左を返していった。右のジャブを使います。チャンピオン、やはり前に出るチャレンジャー、下がりながら手数を出したいチャンピオン。その図式は変わらないように見えますが、ちょっと勢いに飲まれてますね。そういうことになりますね。やっぱり手数を出さないとダメですね、はい。永田はこのままでいいですか。このままでいいと思いますよ。まあ、このラウンド特に左アッパー打ち始めましたね。そうですね、はい。前のラウンドだったか、その前でしたかね、左アッパーを一発使って、まあ、距離も近くなってますんで、アッパーが出るという形になってるかもしれません。またこれもダメージングブローを出していった。よりその出方というか、パンチの人の左の種類が増えたので、はい、ちょっと読めないですよね、左アッパー使い出したので、はい、左ストレートだけではないですからね、はい。攻撃こそ最大の防御だ、そう話をしていたチャレンジャーの永田。この両者の試合は本来は3月に実現するはずでしたが、その時はチャンピオン井上の怪我で延期になって、その後5月の試合、再延期にされた5月の試合はコロナの影響でさらに延期になって、2度の延期を経て実現した試合でもあります。ようやく実現したこの両者の戦い。森さん、はい、チャンピオンサイドなんですけれども、先ほどから先ということ、そして手を出さないとっていう、はいですね、そういう指示が飛んでますね、はい。というチャンピオンサイドは坂口アナウンサーのリポートですが、あっとこれは右から左だ。今はタイミングよくカウンターを外して合わせていきましたが、しかし永田がその後しっかりと打ち返していくという、この永田の勢い止まらないですね。そういうことになりますね。一発では止まらないです、はい。ただ川島さん、今のリポートを聞いてもやっぱり先手を取られているという印象はチャンピオンサイドあるみたいですね。まあ、タイプ的にやっぱ下がるので、はい、それなりにやっぱ手数を出さないと、はい、まあ、見た目が悪いですよね、はい。チャレンジャーからすればここはチャンスの時間が続いています。左プレッシャーをかけているチャレンジャーの永田、4ヶ月半ぶりに戻ってきたプロボクシング興行後楽園ホール、大橋ジム主催のこのフェニックスバトルがそのリスタートの最初の戦いです。
ちょっと左が出なくなりましたね、あの、はい、チャンピオンはね。確かにそうですね、はい、右フックだけになってますね、はい、ちょっと痛めたのか何なのか。あ、なるほど、そういうことも考えられますか。ちょっと右になったりしますからね、はい、ちょっとプレッシャーをかけます。青いグローブのチャレンジャー永田、左のアッパーをフェイクで使いながら右のストレート、しかしカウンターで左ストレートだ。これを狙っていたか、チャンピオンの井上、間一髪あるいはかわしているか、チャレンジャーの永田。第5ラウンドまで終了しました。この後公開採点があります。48対47が2社、そして残りの1社は49対46、3社ともに青コーナー永田大選手。公開採点はやはりジャッジ3人とも永田と見ています。ラウンド6、無敗のチャンピオンがおそらくキャリアで最も今ピンチを迎えています。第5ラウンド終了した時点での公開採点、3人のジャッジがいずれもチャレンジャーの永田と見ました。2人が1ポイント差、そして1人は3ポイント差をつけてチャレンジャーの永田の試合とここまでは見ています。さあチャンピオンは挽回していかなければなりませんが、バッティングの影響もあってチャンピオン井上の顔も少し腫れてきています。さあチャレンジャーは左ストレート合わせていった、そこに左のアッパーが、右のアッパー、左ストレート、チャンピオンがいいパンチで反撃に出るか。一方しかし細かなパンチからチャレンジャーも後ろには下がらない。チャンピオンも作戦変えましたね、後ろに下がらなくなりましたね、足を止めてガードを上げて打ち合う戦法ですね。これ明らかに変えましたか、作戦は。変えました。やはり第5ラウンド公開採点を聞いてジャッジはいずれも永田、チャンピオンはピンチを迎えています。作戦を変えてきました。迎え撃って左、下がらないチャンピオンに変わりました。じゃあこうやってこう永田が打ち勝つのかっていったらそうでも僕はないと思うんですね。井上も多彩ですからパンチね、はい、確かにチャレンジャーサイドもあの加藤トレーナーが言っていますが、実は井上は接近戦は非常にうまいんだという話をしていました、はい、その接近戦に策を変えてきたかチャンピオンの井上、うん、アッパーを交えた攻撃を常にしてますね今、はい、森さん、はい、そのチャンピオンサイドなんですけれども、そのアッパーという声がこのラウンドから非常に多く飛んでますね、はい、そして後ろに下がらなくていいんだという声も飛んでいます、はい、今度は左ストレートだ。そのアッパーをその前のパンチで右のボディで見舞っておきながら、行きながら左のストレート、しかしチャンピオンのガードを壊すような永田のパンチ。チャンピオンは足を止めて打ち合う戦法に変えてきているようにも見えます。左ストレート、ただしチャレンジャーサイドはこの足を止めてくるチャンピオンの作戦というのも実はインプットはしていました。こういう戦い方も井上はしてくる可能性はあるというふうに話をしていた事前のプランです。左ストレートチャンピオン、残り間もなく50秒を切ります。このラウンドここまで川島さんどうご覧になりますか。いや、このラウンドは井上いいと思います。そうですか、はい、的確さは井上のこのアッパーですね、はいはい、ここも左ストレートです。少し打ち下ろし気味、多いですね、この右のアッパーから左、はい、あのアッパーの角度ですね、はい、あのアッパーの角度はチャンピオン井上の一つの独特の持ち味でもあります。また今度はロングアッパーだ、ボディに出していったチャンピオンの井上。この作戦を変えたことが一つ功を奏すか。右から左、また右のジャブも少し出るようになってきました。んちょっとチャレンジャー出られなくなってき来たでしょうか。いやしかし左、そこにカウンターの右合わせていったチャンピオン、右のフックだ、チャンピオンだ。作戦を変えてきたことでチャンピオンがまたこの試合の立ち上がり同様再びペースをつかみ直してきているんでしょうか。第6ラウンドが終了しました。このラウンドは川島さん久しぶりにチャンピオンのラウンドと見ています。ここから先後半が両者にとっても大きな勝負ということになってきます。永田からすれば2年前のタイトルマッチはわずか1ポイントをジャッジから印象付けることができずに涙を飲んだ苦い経験があります。1ポイントの第一差というのは痛感している永田。第7ラウンドを迎えます。5ラウンドまでの中盤はチャレンジャーがこの試合を支配しました。しかし6ラウンド、あるいはチャンピオンの戦略が変わってきたことによってまた流れが変わってきたか。このラウンドもやはり川島さんチャンピオン同じ戦い方をしますね。しますね、はい、まあ、ここでやっぱ打ち勝っていかないとやっぱり勝てないですよね、これに対して永田はどうしていくべきでしょうか。永田ももうその攻めるしかないですよね、はい、もういろんなパターンで攻めるしかないと思います、
永田からすれば相手がアウトボクシングになると足を左ストレートが届いた。もう永田からすれば距離を潰して攻めるべきし、攻撃こそ最大の防御、そう話していた戦前の言葉通りの戦法を永田は貫いてくるんでしょうか。森さん、はい、チャレンジャーサイトなんですが、公開されて有利の、まあ、情報を聞いてもですね、常にセコンドからは前に出ろ、攻め続けていけという指示が飛んでいます。そうですか、という田淵アナウンサーのリポートですが、やはり川島さんその通りなんですね。そうですね、もうここら辺からあの心の余裕と、はい、体力的な余裕がどちらがあるかということに鍵、はい、限られてきますね。ここは永田が前に出ようというところ、まだチャンピオンがワンツーで永田の前進を止めています。このラウンドここまでは川島さんの目はどう見る。やっぱ永田ですかね。ここは永田ですか、はい、まあ、よくは見てますけど、見た目の印象ですよね、はい、おっと力が届いた、チャンピオンの顔面に届いた。そしてガードはしてるんですけどね、はい、ガードの隙間からフックです。チャンピオンのガードを壊すようなパンチです。永田左ストレートはどうだ。やっぱ手を出したいですよね。手を出したい。ちょっと手が出ないですかね、はい、チャンピオン。右チャレンジャーの永田、チャンピオンの井上も右を返す。永田は左フックから、右のフックから左のストレート、左ストレートはもう1回ワンツーだ。もう1回左だ。気持ち出さないとダメですよ。その気持ちを今感じるのはチャレンジャーの永田。手数から見ると永田、第7ラウンドも残り1分を切りました。左ストレート、その後にもワンツーだ。もう1回だ。チャンピオンがロープを背負うシーンが少し目立ってきました。左ストレートから今度は右、左から右というコンビネーションです。ちょっとゴテゴテになってますよね。レフリーが時計を止めています。各コーナー、井上幸喜選手右目付近を主張しておりますが、この負傷はヒッティング有効打によって切ったとい う, ものです。いや、しかも右目の上はかなり腫れています。井上幸喜史上最も厳しい戦いを今迎えて、あ、ダメか、ダメか。これは今のヒッティングによる傷によるストップということですね。間違いありません。永田の有効打によるレフリーのストップ。ここで永田が2年ぶりに挑んだタイトル、ついに永田がそのベルトを巻くことになりました。すごい険しい道のりでした。でもまだ日本チャンピオンになってこれがスタートです。なので今日本が苦しんでいる中、僕たちプロボクサーも何かしらで力添えできたらいいと思ってます。永田大志選手でした。ありがとうございました。彼のスタイルを1ラウンドからやり通したってことがやっぱこの勝利につながったんだと思いますね。見事な新チャンピオンの誕生でした。永田大志が井上幸喜を下して新チャンピオンに輝いています。ジーンズのブルーライトカットレンズは薄くて軽くて高品質、歪みも少なく視界もクリア。選べるレンズは3種類、オンラインショップ限定、追加料金0円。私が充実した一日を過ごす間にちゃんと強くなってくれるお利口さんなゲームです、うん、ありがたや。放っておくだけファンタジー RPG AFK アリーナ。大金星、黒ラベルの爆画とエビスのホップの新ジャンル、常識破りのうまさが今日本中で大反響を呼んでいます。札幌の金星ゴールドスター大好評。300万円お釣り。すみません、はい、チンゲン菜は100万円で忘れて。それギャグ QR で、うち現金だけだわ。じゃいいです。またこれかよ。非接触決済にも対応、お店のキャッシュレスならエアペイ。エアペイリクルート。よし、そっか、綺麗な人は綺麗になろうとするから綺麗なんだ。待った、いいと思う。医療脱毛レジーナクリニック。あ、いた。なんだお前たちは。引っ越してきたのびのび太です。父です。母です。ドラです。じゃあ本当にドラえもん。お前が 5G か。これタイムマシン。誰だお前は。45歳ののび太です。 5G ってドラえもん。ソフトバンク。僕らには熱くなればなるほど体がアクエリを求めている。全力っておいしい。アクエリアス。スマニューの無料クーポン抽選するで。あられやったね。行くで。
よっしゃー、無料無料無料、吉野家牛丼の無料クーポンが当たる、スマートニュース今すぐダウンロード。月曜夜のところジャパンは鬼退治の刀が登場。鬼の正体とは。月曜夜10時30分。お互い嘘のない関係でいたいの。やっぱり付き合えない。スーツ、私が充実した一日を過ごす間にちゃんと強くなってくれるお利口さんなゲームです、うん、ありがたや。放っておくだけファンタジー RPG AFK。